かな、うちな、アウェーで一人めっちゃ困っとって。こないだ高級店で買い物したことないやろ、どこ入ればええかわからんくて途方に暮れとったや。頼む、うちの両親の結婚記念日のプレゼント一緒に探してくれへんか。で、チビたちはお祝いにお好み焼き作るらしいねん。うちはそれ手伝われへんから、代わりになんか買うて送ったろう思って。予算はあんまかけられへんねんけど、何がええかな。そこそこの予算で豪華に見えるなんて最高やん。お菓子ならチビたちも食べられるな。そうしよう。間違うてへんか。これチョコ1個でチョコが5箱買えんで。1ヶ月のおやつ代が一口で消えるなんて。なあほら、ありえへん、ありえへん。みんな普段からこんな高いもん食べとるんか。自分へのご褒美ことはあるけど、ほんまにやってる人おった？なんで贅沢するん？貯金せえへんの？謎やわ。しかしこの値段、何食うたらええか本格的にわからんなってきたわ。せやな、うちも落ち着いてゆっくり考えたいわ。ようやく一息つけたわ。さて、何頼もうかな。パンケーキってこんなするんか。プレゼントも買わなあかんし、どうせならそっちに回したいな。ああ、うち水だけでええわ。あんま腹すいとらんしな。失礼いたします、ご注文はお決まりですか？パンケーキとジュースを2つですね。かしこまりました。ちょ、何勝手に注文したねん。あんたの考え分かったで。うちに自分へのご褒美を体験させたいんやろ。うちは自分へのご褒美を理解できへんから。ほなら断る理由もあれへん、体験させてもらうわ。へへへ、ただでお高いパンケーキが食べられるやなんてついてるで。お待たせいたしました、パンケーキとジュースです。ごゆっくりどうぞ。わ、来た来た、ずいぶんふわふわやねんな。どれどれ、あ、おい、口に入れた途端とろけて卵の風味がふわっと広がって、あっという間に消えてもうた。バターの塩味とクリームの相性が抜群や。後味も軽くて何杯でもいけてまうや。それな、これ4杯な。確かにこれはもう一回食べたなる味や。ちょっと無理してでも食べたい思う気持ちもわかる。せやから自分へのご褒美か。けど家族にも食べさせてやりたいな。両親にもチビたちにもご褒美あげたいやん。家族がうちにご褒美を。そういえば、あ、ネーネのコロッケだけ一つ多い。なんで？それはタマへのご褒美や。レースで一着取ったからな。タマ、それ食べて次もええ走りするんやで。そや、うちご褒美もろてたわ。家族もうちも同じ気持ち。
当たり前やんな。なんかうちまた視界が迫ってたな。うちはもう十分なんやけど、少し考えてみるわ。さてと、パンケーキ食べて、こんな美味しいもん残したらいいからな。うちは完食したいねん、しっかり味わいたいねん。けど限界がもうそこまで来とる。慣れへん呼吸ずくめでキャパオーバーや。今背中冷やせダラッダラやねん。意識飛びそう。